いただいたムール貝です。すごい量だね。すごい大きいです。うん、これだって、これの下処理をおばあちゃんにやってもらおうと思います。はいはい、じゃあまず鍋でお湯を沸かします。はい、お湯が沸きましたので、すごい、この大きい鍋いっぱいまだある。もう、はい、はい、口が開くまで待ちます。開くもんだったっけな、どうだったっけな。これはもう開いてますね。うん、はい、こういう風になります。開いたら、はい、はい、大きいね。大きい、開いてきたね。もうあとは開くかな。大丈夫かな。あとは開くと思います。はい。はい。あとはオッケーなんですね。ね、はい。はい。戻す。はい、来たよ。わ、でっかい。
これって貝から出てるものなんだね。この、うん、これね、ね、うん、殻についてるやつ。もうちょっと入れればよかったかな。これちょっと生っぽいからあれだね、早く食べないと、うん、大丈夫？戻しました。はい。いいよ、こっちの方。あ、ほんと、うん、反対。反対？あ、こっちでやった方がいい、うん、そうか、なんか危ないかなと思う。どうしたらいいですか。これでトンって開くの。なるほど。おお。みーちゃん大丈夫？みーちゃん、ちゃんとどこ行った？なんだってちゃんだろうね。うわー！あー！大丈夫？大丈夫？大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。美味しく食べますよ。お母さん食べれないけど。もうあれの時のことを思うとね、まあね。息とか息が悪いとか関係ないね。うん、ね、関係ないわ。うん、恐る恐る食べるかな。あ、取りやすくなる。包丁がいいわ。あ、本当。
ムール貝取り終わりました。中身と貝すごい量もらったね。すごいね。慣れてきたら終わってしまうという作業あるある、最初これでやってたんですけど、トレより包丁の方が取りやすいかねっていうことに気づきましたね。えこの貝を開くときは包丁でできます。さあ、これが終わったのであとはお片付けです。にゃ、おばあちゃんありがとうございました。うまくできました。はい、お疲れ様です。